おはようございます、こんにちは、こんばんは。はい、シポリムのお時間がやってまいりましたけれども、はい、今週はですね、22FW の、ウィーク3という、はい、どうなんでしょうという週になっておりますが、ちゃっちゃと乗っていきたいと思います。と今週は、ACG とのコラボですね。ナイキ ACG オールコンディションズギアとの、コラボウィークとなっておりますが、笑っちゃってますこれ。はい、いきます。デニムプルオーバー、いかがですか。まあまあどうなんでしょう、悪くはないと思うんですけど、もう値段がこれ、まあ、円安だからどうしようもないんですけど、まあそれはまあ痛いほどは私もですね、もう体身に染みて分かってはいるんですけども、 ACG でこの値段を出すか出さねえかっていうね、ところなんですけども、まあ一応、コーデュラー素材を使った、ファブリックですね。まあコーデュラーは結構まあ、強度耐久性と、あとまあ防水じゃなく撥水性を、兼ね添えた、まあ、生地とはなりますけども、どうなんでしょう、これ3色かと、これブラックの、ワンウォッシュっぽいカラーと、あとまあこのブリーチデニムみたいなのと、あとスネークスキン、まあヘビ柄、3色ですね。どうなんでしょう、ちょっと苦しいかなとは私は思います。次が、ベルテッドデニムパンツ、これが先ほどの、トップスの、ボトムになる感じになるんでしょうか。お値段28,600円となっておりますが、ですね。次いきます。次が、フリースプルオーバー、こちらが、まあ、ポーラテック、のフリースを、使ったプルオーバーになっておりますが、色が黒とあとヘビ柄2色、まあ、ベージュ系とこれはなんかグレーですかね。はい、まあ悪くはないと思いますけど、なんだろうな、なんだろう、この多分 ACG のマークが邪魔してんのかなって思っちゃったりもするんですけどね。ただ ACG でこの33,000円どうなんでしょう。ちょっと分かんないとこですが、はい、次はナイロントレイルショーツ、これも、先ほどのフリースと、一応同じというかちょっと違いますね。 色が黒にあとヘビ柄が2色、これもベージュ系と、先ほどのが、フリースがグレーだったのがショーツになると、まあ、ブルーグリーン系ですね。まあ鮮やかな感じの色目のショーツになっておりますが、ショーツで、これ1キュッパどうなんでしょう。どうなんですかね。まあ続くんでしょうね、もう円安でこれが、まあどんどん安になっていきそうな感じもするんで、ちょっと怖いとこですが、はい、いきます。次いきます。 ACG のジャージー、これ ACG オールコンディションズギアというよりも、アクアギアですね、これ完全に色目が、まあナイキのアクアギアって90年代初頭ぐらいに、結構原色の、配色でナイロン系、要はシャカシャカ系でよく売られてた、ものがアクアギアってものがあったんですけども、確かそれがなくなって ACG になったとは思いますが、ちょっとその辺俺もよく覚えてないですけども、このちょっと、カラーブロックを見てアクアギアだなっていうふうに思っただけでございます。はい、これなどうなんですかね。ハイネックっていうか、のところにシュプリームって書いてあるんですね。はい、次いきます。次がグリッドティー、これはなんか意味があるんでしょうけど、わからないんで、はい、次いきます。次が、デニムシックスパレル、次いきます。次がですね、はい、レギュラーアイテムになりますね。レギュラーアイテムから、ヘビーフランネルシャツ、まあヘビーフランネルでしょうから、まあヘビーのフランネルシャツはい、まあいつものネルシャツよりも、太番手で、余れた、まあ、結構厚めなネルシャツになると思いますけども、まあ値段もまあそんなでもないと思います。25,300円、結構ザクッとした感じな風には、画像を見る限りで思いますが、この、ブルーバーガンディーパープルみたいな配色が、結構直球で好きです。はい、そんな感じですね。はい、次いきます。次が、グラディエントストライプセーター、これは、このメキシカンサラペ風のカラー と、モノトーン、
でありますけれども、胸に、ワンポイントの、オールドイングリッシュの刺繍ですね。このオールドイングリッシュの刺繍っていうか、この刺繍あの袖にやってもらいたいですね。はい、すいません。次いきます。次が、アンダーラインフーデッドスウェットシャツ。こちらはちょっと前っていうか数年前ですかね、出たデザインの小型版、結構小さいですね。まあこれはまあどうなんでしょう、まあ悪くも良くもって感じだと思っております。はい、次が、ファイアージップアップ、スウェットシャツ、こちらお値段35,200円。これやっぱ値段上がってますね。これは元ネタが2000年のニューヨークで起きたデモの、写真から、撮った柄になっておりますが、正直ジップアップより、プルオーバーのが個人的には良かったかなとは思います。はい、次いきます。次が、カットアウトロングスリーブトップ。まあカットアウト仕様結構、シュプリーム最近、使っておりますが、まあ文字に切り込み入れて、まあ遊んでるやつですね。まあこの辺はまあ袖に、シュプリームという感じなんで、まあ、シンプルでいいんじゃないでしょうか。はい、次がいきます。次が、クリセスショートスリーブトップ。まあクリセス、まあ折り目ですよね。これは何の折り目、ティッシュ紙、なんかティッシュっぽいちょっと柔らかさも感じたりしなかったりしますが、まあアート的にはいいかなと思いますがっていうとこです。はい、次いきます。次が、チーローペンツですね。まあこれはもう定番の、ヒップポケットのところに、ピンナップガールの刺繍が施しているものになりますが、はい、まあこれはまあド定番なんで、はい、そのままいきたいと思います。次がミリタリーキャンプキャップと、スポンサーズシックスパネル。はい、次いきます。次が、これもまたコラボレーションになりまして、パッドマググラスラブスのネイルポリッシュですね。これはまあネイルポリッシュというかマニキュアですよね。まあ一応写真見る限り白赤とこれ黒ですかね、白と赤と黒が入ってるんですね。あ、そういうことですね。それと、ポリッシュ剤が入ってるんでしょうか。3つなの4つなのわからない。ちょっとこの辺わからないですけども、はい、まあ一応白と赤と黒が、3色入ってますよって形になるんですかね。はい、まあこの辺はいいんじゃないでしょうか。はい、あ、お値段結構これしますね。18,700円。前口目に出た時もまああれはまあまあちょっと値段忘れちゃいましたけど、すぐ2万円とかプレりましたよね。あれはすごかったですけど、はい、こんな感じでウィーク3これどうなんでしょう。ちょっとまあ個人的には、まあ、値段がもう円安だからどうしようもないですけど苦しいかなとは思ってはおりますけども、まあ個人的に言っちゃうとですね、何なんでしょう、今週はですね個人的に言っちゃいますとですね、パレスがいいんじゃないかなと。はい、これエンジェルドガーメンツとのコラボなんですね。はい、写真見る限りちょっとテックベストみたいなのがあったんで、あれこんなの作るんだと思ってちょこっと、調べたところエンジニアのガーメンツのコラボレーションだったという。はい、なんでだからちょっといつもと雰囲気が違ったなと思います。結構このパレスになっちゃってますけど、寝るシャツもいいんじゃねえかなとかね思っておりますが、まあアウターもいいんじゃねえかなとか個人的に思っておりますが、まあ一番このちょっとテック系のベストはいいと思いました。はい、だからちょっとねシュプリーム今週どうなんでしょう、どうなるんですかね。はい、まあ随時追っかけてはいきたいと思いますが、本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。また、個人的主観で喋ってますが、はい、お許しくださいませ。ではまたご視聴ありがとうございました。さよなら。